さんこんにちは、 FC ユースの前田亮一です。今日は2019年の自分のプレーを解説してみたいと思います。ぜひご覧ください。もう一度相原からヘディング、初ゴールだったのでやっぱり嬉しかった気持ちが一番大きいのと、あと 0-1 で負けてる状況での1点目だったので、まだ同点だったので、やっぱ勝つっていうイメージで交代出場で入っていったので、もう1点という気持ちも強かったですね。このディフェンダーがジャンプできてないことに関しては、多分この最後に競ってるディフェンスは僕の元々のマークじゃなかったので、多分僕のことは見えてなかったのかなと思って、多分この最後競ったディフェンスの2人後ろぐらいが僕のマーカーだったので、でボールが上がってきた瞬間に後ろから入ってきて合わせた感じだったので、そうですね、だから飛べなかったっていうか飛ばなかったのかなと思いますね。あと柳沢孝選手も前でこうヘディングしようとしてるんで、それを相手はそれも見ちゃってる感じはありましたかね。この時に意識したのは、とにかく前向きに動き出すことを意識していて、でこのシーンだけじゃないんですけど、この途中交代入った時からそれは意識していたことで、このシーンでもあのポストプレーってどうしてもこう引いて落とすみたいなイメージがありがちなんですけど、それだとなかなか落とされた味方に時間があんまりできないと思うので、なのでちょっと前向きに動き出して、まずは自分でトラップして前へ運ぶイメージでボールを引き出して、でもこの時はあの前へちょっと行けないなと判断して有志に落として、で有志のこの、まあ、本当素晴らしいゴールですけど、そうですね、ちょっ とディフェンスが有志に行くのを一瞬でも遅らせられたかなと思いますね。ゴールの感想はこの時は本当コーナーキックになってから交代して入っていったので、本当ファーストタッチでボールができて、そんな経験は僕はあのサッカー人生で初めてだったので、ちょっと自分でもびっくりした感覚でした。それと同時に、まあ、琉球戦と同じですけど、もう琉球戦と同じで、まずは今度は同点にっていうイメージですかね、はい、が強くて、もう1点もう2点っていうイメージで、はい、が強かったですね。で意識しているポイントはやっぱりあの相手に掴まれないってことをすごい意識していて、まあ、ディフェンスによってはこう本当に体を密着させて動きにくくしてくるディフェンスもいるので、まあ、この時はそうでもないんですけど、やっぱりちょっと体をぶつけられるとヘディングとかシュートできたとしてもボールの威力がすごい半減してしまうので、そうさせないためにもあの常にあの相手から捕まらないことを意識して動いてます。中央に前田がいる、まあ、最初にユーヤのボレーでもちょっと反応してるんですけど、なんかどの辺にこぼれそうかなっていうのを自分なりに判断して動き出してるんで、でコーの時もあのコーの折り返しがどの辺に落ちるかなっていうのを一回首を振ってスペースがどこにあるかなっていうのを確認してで動き出した感じでした。長嶋選手にボールが入って、ドリブルを始めた時に、まあ、自分の前にスペースがあってそこでボールをもらおうと思って走ってるスプリントしてるんですけど、やっぱスピードにあの変化がないので長嶋選手も多分パスを出しにくかったと思うんですよね。あとちょっと長嶋選手から離れすぎているので、もう少しスピードに変化を与えて、さらにこう中にグッて入ってくるようなオフサイドギリギリで入ってくるような動きができれば長嶋選手もパスを出せたと思うし得点にもつながったんじゃないかなと思いますね。前田ワンタッチはどうかありませんでした。相原、それも結構反省の部分が多いんだけど、こう顔を上げた時にちょっと離れる動きをして、でボール本当にいいボールをくれたんだけど、そこからの判断でちょっと長嶋選手が中にいるのが見えて、それを折り返すイメージで当ててしまったんだけど、で折り返すにしても多分マイナスに長嶋選手は欲しかったと思うので、
ちょっと完全なミスになってしまって、でもこう振り返ってみるとやっぱまずは自分でトラップしてシュートを打つイメージがあればよかったなって思うシーンですね。もう本当に足のいい部分に当てることができなくて、やっぱミート しきれてなくて枠を外してしまったっていうのがもう一番で、もう左に蹴るっていうことと、あとしっかり足にミートできれば多分ゴールできたかなっていう思いがあるので、そういう意味では非常に重要なシーンだったし、あそこで決めていれば同点になったシーンだったので、僕自身も残念で、本当サポーターの人たちも本当残念だったと思うので、本当悔しかった一言ですね。翔太とライザがと自分がまず3人多分結構近い距離にいて、あの翔太がボール持った時に翔太とライザならサイドを崩せるかなっていう思いがあって多分離れていったんですけど、そしてライザがうまく抜け出してくれて、その瞬間にタイミングよくそのディフェンスの間に走り込むことができて、そこに本当最高のボールが来て、もうボールにしっかりミートすることを心がけて打ったシュートが本当にいいところに行った、それで生まれたゴールだったかなと思います。本当に翔太の本当にスーパーゴールが1点目あって、でその後結構すぐの時間帯でいい時間帯に追加点が取れたので、本当に、自分としても良かったなってすごい思いました。まあ、うちらは負けたらもう後がないって北野さんにも言われてたし、まあ、そういう中での試合でああやって勝てたのはすごい大きかったなってその時は思いましたね。してやったりの表情してますよね。このゴールのシーンは、僕と宮本選手とライザーがいい関係を作れていて生まれたゴールかなと思います。本当ライザーがいい落としを落としてくれて、そのボールを、まあ、雨でグラウンドが濡れてたっていうこともあって、とにかく力まずにボールにしっかりミートすることだけを心がけて打った結果、いいコースにボールが飛んでゴールできたかなって思います。そういうのもあってこう背後へロングボールというよりもちょっとつなぐ意識があったのがうまくいったかなって思いますね。うまく使ったシュートですよね、後半バウンド。カイがボールをくれて、このトラップした時にまずはここはシンプルに自分的にはプレーしたかったなっていうのがあって、でも馬場選手は足元にパスコースを作ってくれようとしたんですけど、ちょっとパスコースが狭いなと判断して、そこから自分のドリブルに切り替えて、まあ、結局最終的にはファールをもらって終えたシーンだったけれども、まあ、相手に取られてもおかしくなかった、ほぼ取られてたシーンだったので、まあ、希望的にはここシンプルに叩いて中で勝負したかったなっていうのが一番にありますね。このシーンはターンをした時に柳沢選手が前を走っているのが見えて、最初はそこにスルーパスを出すタイミングを伺いながらドリブルをしてたんですけど、ちょっとパスコースが狭いし相手にちょっとカットされるかなっていう思いがあってパスを諦めて、その時点でシュートを打とうって初めて考えましたね。以上、前田良一の動画解説コーナーでした。僕自身がどういう気持ちでプレーしていたかを少しでも分かっていただけたかなと思います。この映像を振り返ってみて自分でももっと反省したいシーンがたくさんあって、この経験を今年、生かしたいなと思います。ぜひスタジアムで会えるのを楽しみにしています。